皆さんこんにちは、リナントロです。今日はですね、今日の動画は2021年9月に開催された大ベルスルク展という展示会ですねについてちょっとレポートしたいと思います。私は2回行ってきたんですけれども、すごい良かったので、もうちょっと動画もね作りたいなと思って、今回共有させていただこうと思い動画を作りました。まあちょっとこの動画では、展示会の感想からですね、まあもちろんその中で語られていた三浦先生、ベルセルク作者の三浦先生の印象ですとか、あと肩グッズとかね、ちょっと今ここに見せていますけれども、たくさんグッズも買ったのでお見せしたいと思います。あとは、ヤングアニマルっていうですね、事実上、三浦先生が最後に点入れをした漫画、の感想ですとか、についても話していこうかなと思います。かなりネタバレを含む内容ですので、まあ、見たいところだけね、見てほしいなと思います。はい、それではどうぞ。まず、大ベルセルク展の簡単な概要なんですけれども、このタイトルは、大ベルセルク展、三浦健太郎画業32年の奇跡ということでね、作者の三浦健太郎先生が32年間長いですね、ベルセルクの書いてきた奇跡というのをね、この展示会で見れることとなっております。まあ内容は主に原画ですとか、あとはですね、その油絵ですね、表紙とかも先生が油絵で書いていることとか、まあ、たま後半に行くとデジタルとか多かったんですけれども、そういうものも、見れたりしました。本当に漫画の展示会というよりはもう美術館ですね。はい。美術館でした。もう、すごい迫力のあるもので。で、まあ、実質、このイベントが、まあ、先生が手掛けた最後のイベントかなと思います。そう、私は2回行ってきたんですけれども、このですね、ベヘリト付きのチケットを買いました。お見せしたいと思います。ちょっとお腹つけて、もったいなくてね、袋からあんま着てなかったんですけど、これ、すごくない？サイズがすごい、現物っぽいんですよ。めっちゃ、この会社さんは、アート・オブ・ウォーさんですかね。はい。アート・オブ・ウォーさんが作成してるんですけれども、すごいリアル。これさ、グリフィスが作中に、胸の中にずっとしまっていたけれども、これ毎日鎧の中につけてたら痛いんじゃないのって思います。動画で言いたいことは、ベルセルク最高だなっていうことに尽きるんですけれども。はい。まず、展示会の感想ですね。内容としては、初心者でも、見れる、付き添いできた人でも楽しめるような内容だなと思いました。で、最初にですね、主に5つぐらいかな、セクターがあって、まず最初は、登場人物の紹介部分ですね。ここはパネルで、まあ、それぞれの要所要所に出てくる重要なキャラクターの紹介がされています。内容で言えば、グリフィス陣営 VS そのガッツ陣営みたいな感じですかね。で、その後は、まあ、原画ですね。原画コーナーがあって、まあ、一巻からね、だんだん、要所要所、大事なシーンのところとか、生の原稿が見れます。すごい良かった。もうすごい迫力すごくて、漫画家さんの原画っていうのを見たことがなくて、初めて見た時は、すごいこうやって描いてるんだなって。なんか意外とね、なんか、分かった気になっちゃったりしました。まあもちろん全部は分かんないんですけれども、なんか例えば剣をガッツが振りかざしている時のシーンとか、あ、こうやって、なんか蒸気とか使ってシュッシュッシュッって、勢いをつけるように書いていたのかなとか、ちょっと語彙力なくて、すいません。すごいね、お絵描き、漫画描く人とかかなり勉強になるのかなと思いました。いや、本当にイラストが綺麗だし、うまいし、ねえ、もう見応えばかり、見応えしかありません。で、その後ですね、要所要所にフォトスポットがあって、
そこではね、記念写真を撮れたりします。まあ、こういったガッツの一巻の表紙ですかね。剣も持っているガッツの表紙の撮影とか、あとは、クラウドファンディングがされていたゾット、等身大のゾットと写真を撮ったりとか、いろいろありました。すごいね、面白かった。で、ゾットはすごいモフモフしてましたよ。で、その後は、キャスカの心が壊れているということでね、妖精の島に行って、ファルネーゼさんと、シールケタンが、心のかけらを、みたいなものをね、集めに行くところの再現シーンがジオラマみたいな感じであったりとか、ジオラマっていうか、もう、等身大サイズでしたね。であったりとか、すごい音楽もね、そう。大事なこと言わせてた。音楽がすごい、ずっとね、平沢進さんの音楽が流れていて、もう、ベルセルクワールド全開って感じですよ。で、ベルセルクで大事なシーンといえば、食のコーナーだと思うんですけれども、食はね、すごい、再現されていて、その暗闇の中に、ね、入って、実際に食を体験するっていう場所がありました。そこは撮影禁止だったんですけれども、すごい顔に囲まれてね、悲しい顔ですとか、でも、中にね、ゴッドハンドの5人がいたりして、もうちょっと、神々しいながらもおぞましいけれども美しいなっていう、なんか何とも言えない気持ちに駆られました。まあ、後半はね、原画とかいろいろ見た後で続く内容はですね、来場者から のメッセージですね、三浦先生に対するメッセージを書くコーナーがあったりとか、あと他の漫画家さん、掲載されていたヤングアニマルの雑誌の方をはじめいろんな方からのメッセージを見ることもできました。個人的に印象的だったのは、三浦先生の、作業場風景がそのままあったところですね。ベルセルクの漫画が置いてあったりとか、何ですか、工業地帯の風景画の画集があったりとか、アナログで色を塗って描く場面があったりとか、こんなところで仕事してたんだなっていうことを感じました。この展示会を通して私、全然三浦先生のことを知らなかったんですけれども、まあ、性格とか、そのインタビュー動画を見て、人柄とか、こういう関係があったんだなとか、初めて知りました。すごい。まず、三浦先生の、インタビューを見ての感想、内容をちょっとお話ししたいなと思います。すごい、まず、印象ですよね。三浦さんの印象としては、若いにつきますね、もう。なんか、ほとんど三浦先生ってお顔を出されてないと思うんですけれども、なんかインタビューを見たら、すごいね、優しい、若い感じしました。なんというかね、個人的にはちょっと黒ちゃん味と言いますか。なんか、憎めない感じ。こんなウキウキしてる感じの人が、ベルセルクの深い、ちょっと、ドロドロした、怖い、でもユーモアがある、そういう内容書いてるんだなと思うと、すごいね、なんか意外だなと思いました。また、もっと怖い方が書いてんのかなと思いましたね、正直。そのインタビュー動画は多分、ベルセルク展の直前に撮られたもので、ゾットの展示のお話もされていたので、おそらく、確か11月かな。すいません、12月かな。いや、すごいインタビューの中で印象的なことをおっしゃっていました。まず、ストーリーの話なんですけれども、ちょっとこれ、知りたくない方、飛ばしてくださいね。ストーリーとしては、今、先生が進んでいる中では、5分の3か5分の4まで内容が進んでいたっていうことと、あとは、ドクロの騎士の話が入るっていうところでしたね。ドクロの騎士の話、すごい見たかったなって、個人的に思いますけれども、まあ、しょうがないですよね。あとは、グッズ化でかなりね、心配されてましたね。ベヘリットみたいな怖い顔が、ウケるのかみたいな。本当に、売れるのかなっていう心配されてましたね。やっぱ、まあ、一般的に見たらですね、怖いグッズが中心だと思うので、それを心配されていました。でもね、ベヘリットのコーナー、ベヘリットのグッズ、個人的には、すごい、売れ行き良かったと思います。後でね、ちょっと紹介したいと思います。
インタビューとか、あの、動画が終わった後にはですね、ついに物販コーナーがありまして、そこが結構地獄だったみたいですね。私が行った時には、あの、まあ、比較的買いやすい状態ではありましたね。はい、そんな感じで、グッズを紹介したいと思います。でもね、私、あんまりグッズ買わないんですけれども、ベルセルクではなんと、こんなに、買ってしまいました。実はまだこれは全部じゃないんですけれども、まあ、今日入るのはこれくらいかな。いや、いろいろ見えてる。はい。まず、ちょっと紹介したいのね、こちら。これはガッツの幼少期の頃の絵ですね。あの、複製ボード、キャラファインボードになります。なんかあの、キャラファインボードの、額縁もあるのかな？多分なんか探して、まだ探しきれてないんですけれども。はい。あると思いますので、ちょっと書こうかなと思っています。まあ、あとは、これですよね。イラストすごい欲しくて。このパックのイラスト良くないですか？あ、ちょっといろいろついちゃった。あとね、柔道を私結構好きで、柔道のイラスト買っちゃいました。ちょっとあの、自然に溢れているイラストが好きなんで、この二つ買いました。あの、ガッツのイラストを好きであの目の前に置いてるんですけれども、ちょっとかっこよすぎて集中できませんので、パックをいつも仕事場で何か作業するときはね、置いています。で、これはあの、ベルセルク展のポストカードですね。はい、参加するとこれもらえます。で、これであの、グッズ展、あの、2回通れないようにあの、スタンプを押してもらうんですけれども、この、これ食のね、ニエのマーク。つけてもらえます。あとは、これ、あ、ちょっと待って、これ紹介した方がいい。これ紹介した方がいいかな。これね、これはあの、ガッツとグリフィスのビッグコインケースです。これね、こうなってるんですよ。ベヘリットの口がちゃんと開くように。これ何入れようと思って。でも、あの、SNS でね、ちょっと盛り上がっているツイートを見つけて、あ、これで、ね、無限に遊べるよっていうツイートを見て、あ、これ欲しいなと思ってちょっと2回目で買いました。俺に夢を忘れさせた。これね、あの顔出ししたくないときはこれで顔につけて撮影したいなと思います。あとはね、ステッカー買いましたね。パソコンに貼ろうと思って。これあの、ちょっと1個使ってしまったんで、小さいやつしかないんですけれども、2枚組であの、大きいものと小さいもの入っていました。あとこれグリフィスのマグネット、長期マグネットってやつです。すごい綺麗じゃない？グリフィスっぽい神々しい感じでね、これ、マグネットが付けれるところに貼って楽しんでいます。はい。まあ、ポストカードは、まあ、安いんでね、825円で、比較的グッズの中で買いやすい。あの大きいイラストがあの値段的に手が届かないよっていう人はこれだけでも十分だと思います。写真立てに入れたらもう綺麗なんでね。こういう。はい。あ、これも入ってたんだ。一応今更だけど。このグリフィスとガッツのポストカードがメインになっています。あと、ドクロの騎士ですね。ドクロの騎士なんの話めっちゃ読みたいなぁ。で、ちょっと T シャツも買いました。ベヘリット。ベヘリットベルセルクの T シャツ買いました。え、なんかおしゃれじゃない？これファンだからおしゃれに見えんのかな？なんかいいなって思いましたね。もちろん画集も買いました。ね、もちろん画集も買いましたよ。これはちょっとまあ中身はお見せしませんけれども、すごい、分厚くてね。確か値段は3800円かな。いや、すごい、なんか、見た目よりは軽いなって感じですけれども。まあもちろん重いです。重いけれども、なんか、思ったよりは軽いなって感じ。その、なんてお伝えすればいいんですか、いいかわかんないんですけれども、その表面がマット加工っていうか、なんだろうな。なんか、ペタペタする感じ？この嫌な意味じゃなくて、そういう加工になっていて、すごい高級感があります。中にはね、イラストだけではなくて、またあの、
油絵だけじゃなくて、もちろん漫画の部分とかあったりするんですけれども、やっぱ大きい紙で見ると迫力が全然違うなと思います。で、最後にはね、三浦先生のインタビューが読めたりするので、それは面白いので、ぜひね、手に入れた方は読んでほしいなって。ベルセルクファン、まあイラストファンだったらもう絶対読んでほしいって思いました。あとこれはね、ガッツとグリフィスの、パソコンケースですね。これ絶対、これもやる前から欲しくて、これどうしよう、どう外部で使うかちょっとまだ悩んでますけれども、かっこよくないですか、これすごい。てかパソコンケース普通に欲しかったので嬉しいですパソコンケースあると困んないからね。別にパソコンじゃないものを入れてもいいし、なんか資料とか入れてもいいんじゃないでしょうか。中はこんな感じ。中はこんな感じで、使い勝手良さそうです。ポケット無限にあるしね。これ3つあります。で、これ裏面ですね。漫画が。まあ、ガッツのやつだと、ガッツが出ている、缶の表紙がメインになっていて、こちらはグリフィスなんですけれども、どうやら、俺は自由だって。これはね、グリフィスの表紙がメインになってます。で、あとこれもね、買いましたよ。アクリルキーホルダーですかね。パックのキーホルダー使いやすくて、鍵に使いたいなって感じです。そうですね。グッズに関しては、こちらで、以上と、なります。もうすごい、こんな、ベルセルクのグッズ、こんな買える機会も、多分これが最後じゃないと思ったので、たくさん、もうね、悔いがないように買いました。本当は、あんまりグッズ買わないんですけれども、もうこれはね、イラストもストーリーも大好きなので、買いました。これ紹介し忘れてました。はい。いや、これ面白すぎて買ったんだけど、俺に触るんじゃねえっていうタイトル。いや、メインシーンなのにね、こんな形になっちゃって、ガッツさん。マウスパッドです。同時にね、ベルセルク展、大ベルセルク展が開催された時に発売されてた、これ、ヤングアニマル皆さん、手に入れましたか？これはね、ベルセルク、三浦健太郎、メモリアル号です。それは剣というにはあまりにも大きすぎた。いやー、このセリフ好きだよね。私も好きです。ちょっとね、これ破れちゃったんですけど。なんかなんと付録にはこれとね、この三浦健太郎、メッセージと三浦健太郎っていう、メモリアルブックと、まあ、これはね、他の漫画家さんが、三浦健太郎先生に、メッセージとか、漫画とか書いて、感謝の気持ちを伝えているもの。そして、もう一つ、ベルセルクのね、ポスターがついていました。そのポスターすごい良かったんでね、ヤングアニマルはもちろん、Kindle で電子版も買えますけれども、Kindle 以外でも買えるのかな？ちょっとそれ以外、Amazon 以外は詳しくないんですけれども、もし、紙で手に入るチャンスがあるなら、紙で手に入れた方がいいかなと思います。まあ、何にしてもね、ポスターがあるのね、すごい。で、この子にね、最後に三浦先生がペンを入れた、ベルセルク最終話が、まあ、現時点での最終話が載っているんですけれども、これ皆さん読みましたか？ここではあまり多くは語りませんけれども、そこで終わるの？っていう感じでしたね。まあ、ある意味、個人的にですね、一区切りとしてはとても綺麗な終わり方だったかなと感じました。まあ、逆にね、想像が膨らむというか、こういう終わり方の漫画ありそうだなって思いましたね。打ち切りとかじゃなくて。まあ、結構読者に想像させるという終わり方で良かったんじゃないかなって思いますね。
ヤングアニマルに載っている三浦健太郎さんのメッセージ。いや、これすごい、一度は読んでほしいなって思いました。私、これで、三浦先生の、すごい古い友人にね、森先生っていう方がいらっしゃるのを初めて知りました。まあ、ちょっと恥ずかしいかもしれませんけれども。はい。すごいストーリーがね、まさに、ベルセルクのガッツとグリフィスって感じで、もう二人の関係がガッツとグリフィスの根底にあったんだなと知らされましたね。まあ、詳しくはこれぜひ読んでほしい。すごい、まあ、ガッツの元ネタはその森さんだと。いうことらしい。まあ、ちょっと詳しく読んでほしい。本当にこれは。いや、本当にね、いいストーリーだったんで、もうすごいもうボロボロ泣きながら見ました、私は。3月のライオンの海の地下先生ですとか、まあ、他にも有名な先生方、キングダムの先生とか、たくさん書いてらっしゃるので、ぜひ見ていただきたいと思います。以上が、私が大ベルセルク展に行った感想と、まあ、このついでにね、ヤングアニマルメモリアル号の感想をお伝えしました。もし、大ベルセルク展に今後チャンスがあれば行きたいっていう方、大阪でもやるのでね、ぜひ、チャンスがあれば行ってみてください。本当に、行って損はない。いや、むしろ、行かない後悔より行って後悔した方がいいんじゃない？いや、行ったら絶対後悔しないと思います。ベルセルクファンなら絶対行ってほしい。ベルセルクはね、本当に最高だなと思いました。もうベルセルクといえばさ、中身がすごい重厚で、ずっとベルセルクのトラマというか、ずっと1、2週間を割いて考えてしまうんですけれども、このベルセルク展行った後ね、私もずっとベルセルクのことを考えてます。もうね、2週間ぐらいは経ったんですけどね、もう本当にこれは、この余韻の感じはベルセルクの漫画と一緒だなと思いました。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったら、チャンネルボタン、グッドボタンなど押してってください。では、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。